はい、皆さんこんにちは。テリオンの小ネタの部屋へようこそいらっしゃいませ。ということで、本日はですね、まだゲーム実況が撮れるような健康状態ではないということと、いろんな機材トラブルも重なっておりまして、また小ネタということで紹介させていただこうと思います。今回ご紹介させていただくのがポカリスエットということで、ポカリスエットは大塚製薬が製造販売する日本のスポーツドリンクでございます。1980年に日本で発売され、つまり今42年目ですかね、現在では東アジア、東南アジア、中東、オーストラリア、メキシコでも販売されているそうです。これね、北米とかヨーロッパが入ってないんで、もしそちらにお住まいの方ね、ポカリセットが売ってるかどうかぜひ教えてください。なんとなくアクエリアスは売ってるような気がするっていう感じですよね。日本においては同社の登録商標で、1574-1615他でございます。日本におけるスポーツドリンクの先駆けであって以降、多数の後追い商品が生まれました。まあね、アクエリアスは有名ですよね。あと大塚製薬はポカリセットをスポーツドリンクではなく、発売当時より発汗により失われた水分、イオン、電解質をスムーズに補給する健康飲料としているそうです。略称はポカリだそうです。まあそうですよね。開発における商品コンセプトは飲む点滴で、人の体液に含まれる7種類のイオン、陽イオン、メックパーリットって読むのかな、ナトリウム21、カリウム5、カルシウム1、マグネシウム2、マグネシウム2プラスが 0.5 かな、そして陰イオンがメックパーリットルで、これがクロライドなんで塩素ですかね、 16.5、クエン酸が、10、乳酸が1を含有するらしいです。昭和55年、1980年4月に 245ml 缶、6月に1リットル希釈用のパウダータイプで発売されたそうです。価格は缶タイプで当時120円。この当時のコカ・コーラ社製品の 250ml 缶は100円であったそうなので、それよりもちょっと高いってことですね。発売当初、ポカリセットのキャッチフレーズはアルカリイオン飲料であったが、内容液の pH がアルカリ性を示すとの誤解を招きかねないため、現在はイオンサプライドリンクとショルダーフレーズを変更しているそうです。はい、アルカリイオン飲料、まあ確かにアルカリってついてたら、アルカリのものってさ、洗剤とかがアルカリだったりするじゃないですか。あれ飲んだら確かにね、もう飲み物じゃないですからね、そもそもね。あんなもん飲んだらね、皮膚がただれてしまうんで、確かに誤解をね、与えるといった意味合いでは名前変えてよかったんじゃないでしょうか。名前とかフレーズをね。人の体液に近い組成と浸透圧の生理食塩水かっこリンゲル液が発汗によって失われた水分を補給するのに非常に効率が良いことは、大日本帝国陸軍など様々な研究機関で研究されており、アメリカ合衆国ではリンゲル液を飲みやすい味に仕上げたスポーツドリンクとしてゲータレードがすでに商品化されていたと。あー、ゲータレードってそういう経緯で発売されてたんだね。昭和48年、1973年、オロナミンシードリンクの開発を担当した研究員のハリマー六郎かながメキシコ出張で水に当たったと。そしてひどい下痢になって医師の診察を受けており、抗生物質の処方以外に水分補給のためにジンジャーエールを飲みなさいと指示されたそうです。まあジンジャーエールはね、生姜風味の炭酸清涼飲料水であると。まあそうだよね。そして、下痢にジンジャーエールが効くということではなく、当時のメキシコにはミネラルウォーターがあまり売られていなかったため、そのように言われていたそうです。この経験からハリマは体にすぐ吸収される飲料が商品化できないかと考えついたそうです。いや、素晴らしいあれだね、発想だね。帰国後、後に社長に就任することになる大塚明彦にこのことを報告すると、そういう商品もぼつぼついるなという返事が返ってきた。実はこの時すでに大塚明彦は雑誌の記事でアメリカでゲータレードが発売されていたことを知っていたそうです。そして大塚が社長に就任した後、商品開発がスタートしました。多くの人に飲んでもらえるようにと、スポーツドリンクではなく日常生活の中で飲む飲料を目指すこととなったそうです。大塚製薬はもともと病院で使用される点滴用のリンゲル液を手掛けており、グループ会社である大塚製薬工場は輸液点滴の分野では最大手であったため、先行商品であるゲータレードがリンゲル液の組成に近いことはすぐに判明したそうです。また長時間の手術を終えて疲労した医師が水分補給にリンゲル液を飲用している事実も知っていたとすごいな。こうした背景から新商品は自社のリンゲル液を元にして開発が進められたそうです。各種イオン濃度は綿密に調整され、人の体液に極めて近い組成及び浸透圧になっているそうです。アイサトニック飲料という用語もここから生まれたそうです。先行商品であるゲータレードに対抗するために、
食味の研究も入念に行われ、赤穂の塩味まんじゅうをヒントに塩味と甘みの絶妙なバランスを図ったそうです。無果汁と評価されているが、ポカリスエットは苦味を和らげるために果汁を使用しており、原材料にも果汁と表記されています。これは法律上果汁 5% 未満であれば果汁パーセント表記の他に無果汁表記の選択が認められているためでございます。しかしこのようなケースではほとんどの製品が果汁パーセント表記を選択しているので不思議に思われることが多いそうです。かつては大塚ペバレジ、現在は大塚食品のマッチでも同様だったそうです。マッチは2016年では果汁 1% 表記に変更したそうです。現在は日本や東南アジアをはじめ多くの国家で販売されているそうです。大塚製薬によれば、食品分野の日本製品でこれだけ国際的な知名度を持つ製品は少ないとのことだそうです。ただアメリカ合衆国など英語圏の国々では商品名がスウェットイコール汗、汗臭いを連想させるので、そのように指摘されているそうです。米国内でスポーツドリンクといえば老舗のゲータレードの方が強いが、ゲータレードは2015年に日本市場から実は撤退しているそうですね。確かに見なくなった気がしますね。日本では日本コカ・コーラが発売するアクイリアスが長年にわたり最大のライバル商品となっているそうです。ちなみに発売したのは1983年の4月で、アジア、アメリカ、ヨーロッパなどの26カ国地域で発売されているそうです。こっちがアメリカか。ポカリスエットは甘みが強く、アクエリアスは酸味が強いと。リトルリーグなどの統括団体日本少年野球連盟の公認スポーツドリンクでございますと。どっちがどっちがわかんないな。平成19年2007年頃から環境問題に配慮してすでに販売している製品の一部でエコボトルを採用しているそうです。ポカリスエットと同じ大塚製薬から出されているオロナミン C を混ぜた通称オロボと呼ばれる飲み物がスーパー銭湯や健康ランドで出されているそうで、サウナ利用の前後のほか自分で作って運動の前後に飲まれるそうです。ちょっと飲んでみたいなオロボで、ここからなんですけど、ポカリスエットのですねエピソードというのがあって、ポカリスエットはですね、製品化の話が持ち上がった際、会議で一部役員から商品として弱い、売れないなどの否定的な意見が出た中、サンプルを見た大塚明彦社長が、当時の社長がですね、これは売れるという鶴の一声で一気に話が進んでいったらしいです。このね、大塚明彦っていう社長ね、非常になんかね、カロリーメイトもそうですし、ポカリスエットもそうですし、商品を当てまくってる社長なんで、すっごい興味があるんで、後で調べてみようと思います。で、販売開始初年度、未知の味にセールスが不調で、オロナミン C を置いてもらっている店でも売れる気がしないとなかなか置いてもらえなかった。テントを立てて1杯100円で、試験販売しても不評だったそうです。そこで無料配布、今でいうサンプリングを1年間スポーツ競技用イベントなど効果的な場を選んで続けた結果、それまで横ばいだった売れ行きが2年目の夏に一気に売り始めたそうです。初年度の無料配布では40億円以上もの損失をしたとのこと。40億円、その金あったらさ、新しいの作れるよね、絶対ね。現在も夏場にはポカリセットの無料配布を続けている。そうなんだ。まあね、熱中症とか多くなってきたんでね、もうすごく大事な無料配布、素晴らしいと思いますね。そして俳優の石原裕次郎が1981年に心臓外科手術を受けた後、喉が渇いている、ポカリセットが飲みたいと筆談でしきりに懇願し、兄の慎太郎が記者たちの前でそのことを口にしたところ、その日からポカリセットの売り上げが急増し、大塚製薬からはトラック1台分のポカリセットが裕次郎の入院先である慶応義塾大学病院に届けられ、石原慎太郎の自宅には数ケース分のポカリセットが宅配便で届いたそうです。これが縁となってか、大塚製薬は石原プロモーション、21世紀の石原裕次郎を探せオーディションの冠スポンサーを務めているそうです。わあすごいな、スターがそうやって言ったから、スターすごいな、ポカリセットが飲みたいってね。まだそんなに知名度が高くなかったかもしれない時にだよ。81年だから80年に発売したんでしょ。1年後じゃん。2年後にさ、めっちゃ売れるようになったって書いてあるのに、1年目にそれを言ったってことは相当あれだよね、先見の明があるというかね。
さあ、ポカリスエットのポカリは明るく爽やかな響きを持つ言葉としてつけたもので特別な意味はない。スウェットは文字通りの汗の意味で、体から目に見えて失われる汗を、表し、水分や油の大切さを訴えることからつけられたと。日本体育協会や厚生労働省の推奨するナトリウムノロと合致していると。1998年より日本サッカー協会がサッカー競技中のスポーツドリンクとしてポカリスエット使用を承認したらしいです。2002年2月、アメリカ合衆国医師会の学術誌であるジャーナルオブアメリカンメディカルアソシエーション JAMA 2月20日号に、大塚製薬と日本航空の研究グループが行った、糖電解質飲料ポカリスエットが長時間航空機に搭乗する場合の血糖粘度上昇にあたる影響についての論文について、静脈血栓症を高速栓対策に有用と掲載されたそうです。うん、まあ、血栓ができることに対しての予防効果があるとかそういうことかな。世界展開も積極的に行っており、ムスリムが多数であるインドネシアでは2006年に製造本数として2億3000万本を達成し、国民1人当たり1本以上という年間消費量を達成したそうです。ラマダン期間中には日没後にテレビ CM を集中放送する、こともやっていたそうです。しかし英語圏ではスウェットが英語では汗の意味を持つため、不潔の向きにならない、容器入りの汗をイメージしてしまうという理由から売り上げがあまり伸びていない。ゲータレードや NCAA など競合商品も多いアメリカ合衆国では市場競争が激しいのも原因の一つであると。まあ、アメリカでは名前変えて売るしかないよね。ポカリなんだろうね。ポカリスウェットなんだろうね。いいなんだろう、名前があったらいいんだけどね。うん、カロリーメイトとかだったらさ、なんかすごい良さそうな名前だからさ、そのなんとかメイトみたいな感じで売ったらいいんじゃないのかな。なんだろう、栄養、ニュートリションメイト。日本国政府における観光政策の影響で、訪日外国人旅行客が増えるにつれ英語圏の知名度も上がっているそうです。単純に変な名前の飲み物があるということで旅行の楽しみにもなっているそうです。あ、逆に、なるほどね。他、中長期にわたって日本に滞在した外国人はゲータレードの半分の甘さ、病院に勧められたなどの理由で帰国後もポカリスエットやアクエリアスを探し求めることが増えているそうです。アメリカ合衆国では2014年から通信販売で購入しやすく甘さの調整ができる粉末タイプの商品の人気が上がっているそうです。まあ、だんだん偏見が消えてきたのかな。乳幼児用の清涼飲料のピンスタークポカリスエット 120ml 瓶がカビが混入していたことが2011年7月1日に明らかになって、23万本が自主回収されていたと。あららら、ちょっと不祥事だね。映画バックトゥーザフューチャーパート2の一場面にポカリセットが登場するそうです。登場するのは2015年の未来のシーンで、1980年代、後半当時多くのアメリカ企業が買収され、ゲーム機自動車で日本企業が台頭する中、2015年を描いたシーンに日本の要素を含めるよう指示があったという。なるほど。特に、缶における中身の劣化対策のため、缶とペットボトルで原材料を若干変更しているそうです。はい。ということで、これがね、ポカリスエットの、エピソードだそうです。いや、社長のですね、大塚明彦さん、非常に気になりますね。さて、一体どんな方なんでしょうね。まあ、またね、後日紹介させていただければいいかなと思っておりますが、人物としてはですね、1937年ですね、戦時中にお生まれになった方、7月21日生まれ、そして2014年の11月28日にお亡くなり になっている方で、大塚製薬の元代表取締役社長で、大塚ホールディングスの初代会長さんでございますと。うん。ということで、まあ、ちょっと短いからいこうかな、そのままね。1937年の徳島県の鳴門市に生まれたそうです。で、父は大塚製薬初代社長で実質的な創業者ですね、の大塚正人さん。はい、長男は大塚ホールディングス会長の大塚一郎、次男は大塚二郎、長女は大塚和子さんでございます。そして1960年昭和35年に中央大学工学部を卒業されました。大塚製薬に入社して取締役、常務副社長を経て、1976年昭和51年に社長に就任。そして1977年昭和52年に大塚食品社長、1982年昭和57年に日本抗体研究所会長、大砲薬品かな、
大砲でいいよね。大砲薬品ね、大砲薬品工業、アース製薬の会長をそれぞれ兼務されたと。1998年、平成10年、新薬開発に関わる汚職事件で、名古屋大学医学部教授に賄賂を送っていたとして逮捕された。それで大塚製薬社長を辞任。あら、1999年、平成11年、同事件で懲役1年8ヶ月、執行猶予3年の有罪判決を受けて確定したと。あら、なんかちょっと、華々しい経歴だと思ってたのに。2000年、平成12年に取締役として復帰されたそうです。2008年、平成20年に大塚ホールディングスが設立され、会長に就任。2010年、平成22年に同社は当初、第1部に上場したそうです。レトルトカレー、ボンカレーや健康食品ポカリセット、栄養食品カロリーメイトなど各ジャンルの草分け的存在である商品の企画、発案者であり、医薬品事業の研究開発を強化し、健康分野の拡大を図るなど大塚グループの一時代を築き上げた社長だそうです。2014年11月28日に77歳で亡くなられましたと。8日後の12月6日にポカリセットスタジアムで行われた J リーグ徳島ヴォルティス、前身は大塚製薬サッカー部。あ、そうなんだ、徳島ヴォルティスって大塚製薬のサッカー部なんだ。へー、それは知らなかったな。つまり徳島ヴォルティス対、ガンバ大阪戦では徳島の選手が喪章をつけてプレーしたそうです。2015年2月鳴門市名誉市民に決まったそうです。さて、人物。1969年昭和44年に発売され全国発売されたボンカレーの発案者だそうです。ボンカレーね、聞いたことありますね。1980年昭和55年にポカリスエット、1983年昭和58年にカロリーメイトを、開発するなど機能性飲料食品を他社に先駆けて売り出し、経営者として高い評価を得たと。いやー、これだけ人生でさ、後々にさ残る商品作り上げたってすげえよな。従来点滴用の輸液が中心だった医薬品部門についても研究開発力を強化し収益の柱に育て上げたそうです。これもすごいですよね。点滴の輸液がさ飲み物になったんですよ。信じられないですよね。そして1970年昭和45年当時ボーリングが大流行していたため、大塚製薬の取締役会ではボーリング場の経営に乗り出すことが検討されていた。これに対して明彦はボーリング場は将来製薬会社を支えるに足る事業となるかと問いかけ、代わりに新薬開発のための研究所設立を求めたと。いやー、かっこいいな、これはかっこいい。いや、この考え方かっこいいですね。この人ちょっともうちょっと深掘りしたいな。はい、ということで今回はですね、ポカリスエットと、大塚明彦さんについて、少しだけですね紹介させていただきました。エピソードがですね結構強烈なものがあったりして、ポカリスエット面白いなと思いました。ポカリスエットとですねオロナミン C を混ぜたオロボと呼ばれるね飲み物、これちょっと飲んでみたいですね。でもなんか味的にはマッチですね。あれの味に近い味になるんじゃないかなと個人的には予想しておりますが、まあ、それよりかはでもオロナミン C の方が量が少ないんでちょっと薄めたぐらいな感じになるんじゃないかなと思っております。2つぐらい入れたらもうちょっとね、割合的には1対1ぐらいに突っ込んでおいたら、マッチよりかはちょっと濃いような味になっていくんじゃないのかなっていう風な気がしております。まあこういったですね、いわゆるスポーツドリンクですね、これもですね、まあ、夏場になったらですね必要になってくるかもしれないので、しっかりね脱水に備えてですねいろいろとですね準備していく必要があるんじゃないかなというふうに思いました。まあ今はですね脱水用のですねもうちょっと違うですね、OD1 だったっけ、ちょっとありますよね脱水用の、OS1 か、飲み物があるんで、まあ、緊急時にはそっちを飲んでいただいた方がいいのかもしれないので、そのあたりもねしっかり考えて準備していかれるといいんじゃないかなと思います。特に高齢になってくるとですね水が足りてないことがわからないらしいので、まあ、常にねそういったものをですね、常備していく方がいいかなと思います。なのでエアコン今年もねすごく暑くなるとかなんか言ってた気がするんで、エアコンのことも考えつつ、ただね電力がもしかしたら今年の夏また足りなくなるかもっていうような話もあるので、非常に今夏心配ですよね。なので早めにね備蓄しといた方がいいかもしれないですね。そういった意味合いではですね、まあ、商品もそうですし値上がりもあるかもしれないですし原料とかの問題もあるので、まあ、そういう飲み物は早めに備蓄しておいた方がいいのかもしれません。
ちなみに私はですね、備蓄仕様にもですね、まあ病気の影響でなかなかできないので非常に今苦しい状況になっております。頭の中ではね、そういった考えは浮かぶんですけど、まあ、そのね、実現できるかどうかというのはまた別なので、ただ皆さんにはそういったようにお伝えしておいた方がいいのかもしれないので、ね、そういった風に、体調等に、不安がある方はしっかり準備しておいた方がいいかもしれません。はい、ということで、今回はここで、終了させていただこうと思います。チャンネル登録、高評価、コメント等をいただけると幸いでございます。 Thank you for watching. If you like this video, please subscribe to my channel. ということで、また次の動画でお会いしましょう。またねー、バイバイ。